クラブハウスユナイテッドパークは、千葉県千葉市中央区に所在する、J リーグジェフユナイテッド市原、千葉の練習グラウンド。2009年10月1日に開設された。ジェフのホームスタジアムである、福田電子アリーナのある、千葉市、ソマスポーツ公園と、都市計画道路を隔てて、東側に隣接する。約2万5000平方メートルの敷地に74メートル105メートルの、 天然芝ピッチ2面とジェフのクラブハウスを備える。クラブハウス1階には、クラブのオフィシャルショップ、12ジェフが設けられている。ジェフは1993年の J リーグ、発足当初は、奈良市の市に本拠地を置くことを前提に、奈良市の市に近接した浦安市にある、小賀電機工業マイハマグラウンドを練習場として、使用していた。しかし、本来の本拠である、 市原市から距離があり、不便だったのと、地域密着という観点から2000年以後は、市原市の姉崎公園サッカー場に練習所を移転した。2005年から、千葉市もホームタウンに加えるようになったが、市原市が市原緑地運動公園臨海競技場の改修に予算がないという理由で、事実上千葉市の福田電子アリーナに本拠地を一本化されるようになり、 千葉市でのホームタウン活動に重点を置くことから2009年にスタジアムに隣接する蘇我特定地区内のハーバーシティ、蘇我の一角にクラブ事務所、練習場を集約した。ジェフはこのユナイテッドパークを選手とサポーター、地域の結びつきを強め、いつでも楽しく元気な集いを体験していただける公園にしたいという思いでこの名称を使うことになった。ジェフの練習以外では、 プリンスリーグ等、株組織の公式戦会場としても利用される。また、東京都社会人、サッカーリーグ等の会場にもなっている。2011年には当時 JFL のジェフリザーブズの公式戦も行われた。JFL は、有料開催が原則で、本格的な客席を持たない会場では、開催できないが、東日本大震災により試合日程に影響が出た、ことを受け、 特別に入場無料で行われた。交通は JR 外房線、内房線、京葉線、蘇我駅と歩15分。なお駐車場は関係者用のみのため、見学者は自家用車乗り入れは不可。ありがとうございます。